さあ、それでは続きをやっていこうと思います。ランボルギーニミューラを作るの79巻でございます。さて、こうで今回何やるのと言いますと、ボディと左右ドア左右って言えドアを組み合わせるという風になっておりますので、やっていきましょうということですが、79巻は後の号で使用するので大切に保管しておく。また8のネジ B1 は1本を予備として保管しておこうという風になっておりますので、さあやっていきましょう。まあ、扉をねつけますよというところですね。まあ、なのでちゃちゃっと終わるかなと思ったんですが、どうでしょうか。で、前回ね、あのパーツの見直しっていうのがねあったんですけれど、そちらねここ直しました。ちょっとおかしいよという風になってたのでね、こちらに交換してねって書いてあったのでね、交換しましたということでね、扉をつけていきましょう。まずはちょっとこういうアングルでね、申し訳ないんですけれど、ここのまますげえホコリ乗ってる。まあこれは後々取っていこう、どうせまた被るでしょ。でこれをここに入れるんだが、先にこの線ですねをここの穴が開いてるので、ちょっとね先に、あーでも見やすいこう見て、うわかっこいい、なんか見てこの中かっこいいね。でこうしみてのここのね穴にね、この線をね、扉の線をつけますよと。ちょっとね聞いた時代よ、いなりかゆずの毛がそこら中にちょっとついてるのがもう嫌だな。これ中に入れて、中に入れた線はどっから通すの、気になるじゃん。この線どこに連れてかれるのだろうか、わからない。この下にこうやって通していいのかな、下からこうやって、あ出てる出てる、絵的に出てる、ここからこういう風に出てるわ、ここね、ここでこれを扉を、おはやでで、ここでちょっと画面もうちょっと後ろの方がいいね、よっこいしょい。だけどこれじゃ当たっちゃう、噛んじゃう、噛んじゃダメじゃんね、噛んじゃうと事故ってしまうので、ちょっとカメラ揺れる、カメラ揺れる、ごめんなさい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 、ここですね、ここを通しての、ここね、でここ皆さんいかがお過ごしですか、暑くなったり寒くなったり、天気が良かったりするとね、なんかまあいいんじゃねえかなんつって思ってたんだけど、今日風が強くてさ、まあタイムラグがあるからね、ちょっと日にちが合わないと思うんですけど、今日は寒か、風が冷たかった。前回ついてたネジっていうのを使ってこれで締めていきます。これはちょっとネジが大きいので、ドライバーも少し大きいやつに、ここにこうやってクイックイックイッと、天気がいいとあったけえかなとか思ったけど、まあ確かね、だから車の中にいるときはねあったかかったね。だけどやっぱり外に出て風を浴びると寒うってなった。でもなんかちょっとまだこういった日がね続きそうだからね、皆さんも風邪ひかないように気をつけてくださいね。まあなんて言ってる間にですね、ちょっとこの前さ珍しい車見た、珍しいっていうか、まあ、ナビさんがあんまり知らないだけなんだけどさ、ファミリアのセダンを見た、懐かしいとか思った。マツダのねファミリアセダンまあって言っても年式的にはどうだ2001年かぐらいなんで、そんなめちゃくちゃ古い買っちゃそうでもないんだけど、いや懐かしかった、ファミリア、じゃあなんかさ最初パッと見てブルメタのさファミリアセダンだったの、だからパーッとこう横の姿もうこう行き過ぎる、まあ、横についたぐらいで気づいて、でその時見たらあれあれあインプレッサーかーみたいな風に思ってたら、ケツ見てんとか思って、横で見た時点ではちょっとこう横にこうつくと真横しか見えないけど、この辺をこうねちょっとこう走り抜けていって、この辺からさこう見た時にさ、あのホイールが見えてさ、ゴールドホイール入ってたからさ、おすああインプレッサーかーね、この車体の横顔も見えるじゃないと思ってさ見てたらさ、ケツ見たらん違う、なんか違う、似てるけど違うとか思って、これはまんないんだけど大丈夫、これパターンって閉まんないんだけど、これ閉まるでしょ本当は、全然閉まらないんですけど、
え、なんか悪いことした？全然全然っていうぐらい閉まらないんだけど。え、俺なんかそんな悪いことした？閉まらないんですけど。ほら、全然閉まらないの。グッてやっていいのかわかんないけど。あ、ここが当たってたのね。この辺がこう当たってる。あ、入った。閉まった。ん？いや、なんか気に入らないな。いや、ファミリアセダンがあんなにインプレッス、なんかファミリアってすごい古い車なイメージが。扉浮いてるな。浮いてるのが非常にというほど気になるな。このスイッチじゃねえのか、ここのこの横にねスイッチがついてんだけど、それが奥まで入ってグッグッって入った。まあこれでいいのか。ちょっとこれで様子見るか。ダメだったらちょっと分解するなりなんなりしよう。多分やらないだろうな。で、そのファミリアセダン自体が、まああのちっちゃいウイングがねついてるんだけどさ、あのそれがまたねやっぱ似合うんだよね。なんかかっこよく見えたな。あれでもさ、後で調べたらまあ 2000cc なわけで、だけど車両重量がさ、あの1200ぐらいしかないの。軽ーとか思ってさ、いや1200で2リッターあったらさ、めちゃめちゃ走るんじゃねえのとか思って。 K よりちょっと重いぐらいだよ。 K よりもね200キロぐらい軽い、重いぐらいでさ、それで 2000cc は相当だなとか思うよ。何気に中古車で調べちゃってさ、中古車で調べたらさ結構高いの。びっくりした。いくらだったかな。200万近くしとったよ、ね、それも結構レアなあれなのかって。あったあった。じゃあピンセット探してた。うん、なんか見たくれ的にはちょっと個人的には好きなデザインだったね。ファミリアって聞くとうんどうなんだろうとか言って思ってたけどさ、おー良いじゃんとか思ってびっくり。あー、なんか落ちた。扉がよっしゃ。こっちもなんか座りが悪いな。なんか気に入らねえな。まあちょっとゆくゆく、とりあえずネジで締めてみよう。逆に向こう線を噛んでないかが心配だな。あ、今カメラ映ってないよね。ギリギリ映ってるぐらいだね。すいません。あー、扉がちょっと軽く入れておいて、次も入れて。昔はやっぱりマツダってちょっと人気のない車種だったんだけどさ、リピーターがいないみたいな感じで。だけどやっぱりあれだね、なんだろう、その大衆向けの車にあんまり力入れてなかったっていうところがあるね。なんかこれ汚ねえな。あ、汚れかね。やっぱりマツダって言ったらロードスターと RX7 が当時やっぱり有名でさ、自分の世代だと。でね、あれはもう爆発的な人気で良かったんだけど、それ以外はちょっとやっぱりね、車両は安くてまあ普通に走るしみたいな、そういう感じのレベルの車でイメージはそんなに良くなかったんだよな。でやっぱりリピーターがいるかって言えばそうでもね。こっちしっかり閉まるな。運転席側はしっかり閉まる。ほら、すげえすげえすげえしっかり縛るの。なんなんじゃこれ。扉の開け、なんか下に落ちる感じがする。何これ何これ、やめとこう。すげえしっかり、ほらガツッと閉まる。素晴らしい。こっちはガチガチなの。何この、やっぱり絶対これスイッチ関係だと思うんだよな。スイッチが飛び出しすぎてんじゃないのか。グッと入れれば入るんだけどか、なんでしょうね。こっちほどスムーズな開閉ではない。スッと入る。スッとは全然入らない。ここに余計に段が、こっちは段ないんだ。だけどこっち側が、反対側が段ができちゃうぐらい入りが悪い。これちょっと後で調べるか。あと線変な風に噛んでるとこは特にないな。絶対この扉のなんか中の具合だと思う。
この傾きちょっとガタつきもあるけどね。下に窓ガラスかな、グッと、まあ、入ることには入る。だけど段ができてる。うわ気になる。ね、わかる。ここにちょっとこの少し段がここにあるのね。こっち側全然ないの、べったりなの。こっちちょっとこう隙間が気になる。ちょっとこう後で調べてみるか。よし、ということでここまでできたら今度は裏返して配線ですね。今出てきた線だねを配線しますよって感じになってるので、ひっくり返したいんだけど、ひっくり返すと傷がつくのでタオルを引いて、よっこいしょと。でこれをちょっとこの辺からこう隙間こう通しちゃったりなんかして、これをこれをあ、こっちは青い印がついてる、青い印がついてるやつをこっちにつけるよっていうことか。なるほど。こうでか。こうこう。こうこうです。ね、あ、カメラ映ってる。あ、ギリギリ映ってる。よっこい。ショット。で、こいつは。もう一個の反対側っていうかこっちですねにつけるよと、ここですね。こっちとできた。よし、という感じで今回終わりですね。まあこれで一応完成ではございますので、サムネ用の一枚準備したい。こんな感じでどうですか。かっこいいシーン一枚パシャリと、扉がついたぜ感があっていいね。この方がね、いいね。よし、 OK。 もうちょっとこっち、どんなこだわり。よし、まあという感じでですね、なんとかできましたので今日はこの辺にさせてもらおうかなと思うんですけど、ちょっとね、右側、助手席側の方の扉の、ね、開閉がちょっと調子が悪いんで、いろいろ調べてみようかなと思います。隠れてこそこそと。ということでですね、次回は何やるのと、次回、ついに80号ですね。なんだかんだあれだったな。だけど次回どうもね、フロントフードインナーフレームを組み立てるっていう風になっておりますので、まあ多分そんな大した、まあいいやね、ちょっと届いてから確認しようかなと思います。あ、そう、ちょっと言葉が足らないといけないですね。マツダね、別に悪い車とかそういうのじゃないので、でも意外と当時はリピーターが少なくて、やっぱりなんか困ってたみたいですけどね、ディーラーさんが。とりあえず1台目は売れるけど、次にまた同じっていうかね、マツダに決めてくれる人がいなかったっす。結構コスモスポーツとか、そう、もっとね、昔を行けばさ、いい車はいっぱいあるんだけどさ、なんだかんだやっぱりちょっとね、って感じだったね。まあそんなこと言ったら結構トヨタだってそうだっちゃそうだしね。まあでもトヨタの車はな、なんかあんまり好みではなかったけれど、壊れないっていうなんか印象が強かったな、普通に乗ってればね。よっしゃ、まあちょっとね、いつも物を作りながら喋ってると言葉が足りないことがあって申し訳ないんですけど、まあちょっとね、その辺を分かっていただけたら嬉しいなと思います。ということでね、今日はこの辺にさせていただこうと思います。またね、次回80号が届きましたら、続きやっていこうと思いますので、ね、また見ていただけたらと思います。ということで今日はこの辺で、どうもまた。